エセンヌマインドネシアフェスティバル開催おめでとうございますあさこと花子,子のクエインドネシアです私たちは静岡県浜松市で活動しているインドネシアが大好きな二人です私たちはインドネシアのお菓子や日本のことを紹介するチャンネルを作っています 今日は私たちがこのチャンネルを作るようになった経緯とこれからのことをお話ししたいと思います。皆さん、こんにちは。クエ、インドネシアの朝子です。まずはじめに私の仕事や活動についてお話ししたいと思います。私の活動のスタートは11年前で静岡県菊川市にある 虹の架け橋という教室でした。そこでいろいろな国の子供たちが日本語や算数などを勉強していました。これはこの教室の子供たちからもらった色紙です。今でも大切にとってあります。そして今は浜松市の NPO 法人あらせという教室で働いています。 この教室も外国の子供たちが勉強しています。私は他にも JIS という団体の研修で仕事のための日本語を指導しています。これはその研修が終了するときに撮った写真です。この後みんなでパーティーをします。そのときいろいろな国の人たちが 日本語で交流します。そのパーティーで趣味の話もたくさんしました。私の趣味はハンドメイドです。これはつまみ細工といって布でお花を作ります。他にもミシンで子供服を塗ったり、タオルにレース編みをしたりするのが好きです。日本にいる外国の方たちも ハンドメイドが好きな人がたくさんいます。作ったものを見せてもらうと、とてもカラフルで珍しいものが多かったので、日本の人たちにも見てもらいたいと思いました。それで先ほどお話しした JICE で働く日本語の先生とクリスマスマーケットを開くことにしました。ブラジル人のコーディネーターも協力してくれました。 その時の活動の新聞記事です。そのお店はたくさんの人が集まって日本語で交流する場になりました。ウクレレ体験会もしました。日本語が上手じゃなくても音楽で交流することができるからです。次の年も別の空き店舗を借りてクリスマスマーケットを開きました。 ショーウィンドウにはフィリピンの方がかわいい絵を描いてくれました。タイのお土産をたくさん並べてくれた方もいます。これはこの年の新聞記事です。その次の年は空き店舗が見つけられなかったので、商店街の朝市にみんなで一日だけお店を出しました。 そして昨年はコロナウイルスの影響でお店を出すことはできませんでした。また、ジャイスの別の先生と料理教室を企画しました。ここではいろいろな国の人が順番に料理を教える先生になります。どの国も料理が得意な人はいますし、 食べることは一番交流しやすいです。こちらも共通言語は日本語でした。1回目は中国料理。2回目はベトナム料理。3回目はブラジルのパンとケーキを焼きました。たくさんの参加者がいましたが、 これもコロナウイルスの影響でできなくなりました。そしてやっとインドネシアとの関わりのお話です。私は5年前からインドネシアの技能実習生が働いている会社の日本語教室で先生をしています。技能実習生のために日本語教室を開いてくれる会社は少ないので、よくテレビの取材が来たり、 新聞に取り上げられたりします。毎年12月の最後の授業で年賀状を書いてもらいます。そしてインドネシアの家族にエアメールで送りますが、毎回家に年賀状が届かなかった人が一人か二人はいます。今年は全員の家に届くといいですね。以上が 私の仕事と私がこれまでに外国の方たちと一緒にしてきた活動の紹介です。次はハマコのこれまでのストーリーを紹介します。みなさん、こんにちは。クエインドネシアのハマコです。私とインドネシアの出会いは2017年2月、 浜松インドネシア友好協会が主催された料理会でした。そして私がインドネシア語を勉強し始めたのは、同じテーブルで料理をした技能実習生から日本語を教えてほしいと言われ、日本語を教えるのも学習者の母語が使えたらもっとコミュニケーションが取れると思ったことがきっかけでした。 日本語ボランティア活動などを通じて、インドネシアの背景、家族や国への思い、イスラム教の教えなどを聞くほどに、インドネシアへ行ってみたい思いが募り、その年の9月には初めてインドネシアに行きました。その時はなんと73歳の母も一緒に行きました。その後、2018年、 2019年とインドネシアには3回ジャカルタ、ジョグジャ、バンドゥン、スラゲン、ボゴールなどに行きました。私は多くの技能実習生たちと接する中でこれまでたくさんの相談を受けてきました。日本での生活は日本人ならなんてことないことも海外の方にとっては 言葉の壁があり、一つ一つが大変で、我が子が海外に行ったら同じように大変だったり、寂しい思いをするのかな、誰か助けてくれるのかなって考えたり、普通の主婦である私にできることって何だろうと考えるようになりました。相談にはできるだけ答えていきましたが、 問題は様々で、私のインドネシア語能力も足りないため、誤解が生じたり、意志が伝わらず落ち込むこともありましたが、幸い、我が家は主人の理解や協力もあり、私はお菓子やパンを作るのが好きなので、一緒に料理を作ったり、家族みんなで遊んだり、普通の日本人家庭を見てもらおう。 日本人と関わることがきっかけになれば、と我が家に招待することにしました。どこにでも私みたいなおせっかいおばちゃんがいるはずで、そんな日本人と関わる中で、日本の生活が少しでも楽しく、安心したものになればと思っています。私自身、いろんな文化活動にも参加させていただいて、 日々インドネシア愛が深まるばかりです。コロナでもう2年インドネシアに行けていませんが、コロナが落ち着いたらまたぜひインドネシアに行きたいです。それまでは小さな草の根活動で地域にいる方々と国際交流できたらいいなと思います。皆さんぜひ 我が家に遊びに来てくださいね。私たちは、アサコとハマコのクエインドネシアという YouTube チャンネルを配信しています。インドネシアや日本のお菓子を作ったり、日本のことを紹介したりしています。そのビデオには、インドネシアの方が見ても伝わるよう工夫して絵を入れたり、優しい日本語にしたりしています。また、 インドネシア語を学びたい日本人のために少しインドネシア語の説明も入れています。そして YouTube を通じてインドネシアと日本の交流を深めたいと思っています。是非 YouTube チャンネルを見てください。ではこれから私たちがどのように出会って YouTube を始めることになったかお話しします。 初めて二人が会ったのは2017年の地元の国際交流のイベントでした。それは地元に住む外国の方と日本人が一緒に日帰りのバスツアーをするというイベントです。この写真はその時に撮った集合写真です。この時は岐阜の高山へ行きました。バスの中で自己紹介をしたり、ビンゴゲームをしたのを覚えています。 そして、同じ年に、天竜川という大きな川の河川敷で水鉄砲大会がありました。これも国際交流のイベントで、この時一緒に流しそうめんも食べました。それから何度かランチを食べに行ったりして、交流を深めた頃、浜子のお誘いで、インドネシア友好協会のツアーに二人で参加しました。 アユのつかみどりをしたり、美しい棚田の景色を見たりしました。その後もハマコの家でインドネシアの方と一緒にパン作りをしたり、映画を見に行ったりしました。この映画は、海を駆けるという映画で、インドネシアのアチが舞台です。海や自然の風景がとてもきれいでした。 そして2018年には一緒にインドネシアへ旅行に行きました。女性3人の楽しい旅でした。ジャカルタとジョグジャへ行ったのですが、どちらも日本で働いていて帰国したインドネシアの方がガイドをしてくれました。観光というよりインドネシアの日常生活が見たかったので、私たちだけでは行けないような 市場やモスクへも連れて行ってもらってとても大満足の旅でしたまた仲良くなったインドネシアの方が帰国する前に食事に行ったりもしましたいつも出会えるのは嬉しいことですが帰国してしまうときにはとても寂しい気持ちになります このように二人で交流を続けてきたのですが、コロナウイルスの影響で今までやってきたお互いの活動はできなくなりました。そこで何かできないか考えて YouTube を始めることにしました。まだ始めたばかりですが、今回のイベントにお誘いいただくなど、また新しい出会いが生まれて YouTube をやってよかったと思っています。 私たちの今後についてですが、インドネシアの方々と交流を深めつつ、3つのことをテーマに活動をしていきたいと思います。1つ目は、2人とも日本語教師ですから、日本語の学習の助けになりたいです。2つ目は、お菓子を作ったり、地元を散策する動画を通じて、日本の情報発信をしたり、 インドネシアについて日本人に紹介したりしていきたいです。三つ目は着物などの日本の文化を伝えたり、着物を体験できる機会を作って、より日本を身近に感じてもらう活動をしていきたいです。そして例えば、バティックで着物を作ったり、着物でヒジャブを作ったりして、両国の 文化を融合させて新しいものを生み出していきたいと考えています。そして何よりインドネシアと日本を行き来してインドネシアのいろいろな地方を巡りたいです。とにかくたくさんの方と実際に会ってお話がしたいです。最後に皆さんへお伝えしたいことをお話しします。一つ目は日本へ来て 一人で寂しい思いをしている人たちへのメッセージです。あなたと話したいと思っている人がどこかに必ずいます。一人で待っていても何も起きません。何か行動しましょう。SNS を使って自分のことを発信してみたり、街に出て日本語で話しかけてみたりしてください。日本人は目の前の外国人が 片言でも日本語が話せるとわかると安心して話してくれます。中には冷たい態度の人もいるかもしれませんが、もしかしたら相手も友達になりたいと思っているかもしれません。何度も諦めずに行動してみましょう。二つ目は、まず国際交流は一人から始めましょう。仲間がいないからできないと思っていないですか ハマコもアサコも最初は一人で始めました。縁あって出会うことができましたが、もし出会っていなくても活動を続けていたことでしょう。何かを始めれば仲間は自然とできるものです。できることからやってみましょう。今は SNS やスマートフォンのアプリなど自分から発信すれば反応が返ってくるツールはたくさんあります。 自分の好きなこと、興味があること、やってみたいことをどんどん発信していきましょう。きっと仲間が見つかるはずです。そして今日ご参加の皆さんはすでに仲間です。これを機会に交流の輪を広げていきましょう。気仙沼インドネシアフェスティバルのご成功を記念して私たちの発表を終わります。 ご清聴ありがとうございました。